どうもー、かぎあんです。今日は、2020年6月20日土曜日ですね。土曜日の、6時の閉店時間がね、閉店時間というか閉店の受付の終了時間が終わって、その後のお客さんがなかったんでね、そのまま、ジョギングにこう、移っていったというところでですね、先週は日曜日ですね、走って、先週というか、まあ、前の日曜日に走って、それ以来のジョギングということで3キロちょっとですね、走らせていただきました。で、今がクールダウンのこうウォーキングというか、そういう状態ですね。まあ、いつも通りジョギングは走れるんですけども、ちょっとね、内臓の感覚、走ってて内臓の感覚がちょっとなんか気になる、こう、なんかこう、どういうんですかね、内臓がなんか普段のような感じというよりは、ちょっとこう、なんかストレスがかかってるのかなというような感覚をちょっと感じましたね、走りながらですけども。まあ、この辺はこうジョギングして、血液循環を良くしてですね、内臓の働きもこう良くしていこうかなというふうに思っております。ということで、まあまあ、今日は、ご新規の、ね、お客さんも来ていただいてですね、やっぱいいお客さんで、ありがたいなと。なかなかそのいいお客さんをこう、が来ていただいている感じなんでね、すごくお店としてはこうありがたいなというふうなところですね。このなんていうかね、そういう、ものをこう自分のこうエネルギーというかね、そういうものを良質のもん、いいものをこう発信するというか、そういうことをしていくとですね、その引き寄せられた人、そういうお客さんもこういいお客さんが来てくれるようになってるんかなと思ったりもしてます。で、今日も新しく予約も入ったりして、で、しっかりと来ていただいている人が来ていただいているという形が取れているんでね、ちょっとホッとしてますね。今日のお客さんの予約がちょっと僕はちょっとホッとした気持ちに、なりましたね。まあ、なかなかね、こう、商売してるんでね、その日によってこういろいろあるんでね、そのなかなか少ない日もあるし、来ていただける日もあるしっていうので、ね、そういうのでまあまあ一喜一憂しないようにしてるんですけども、結構その少ない日が続いたりするとですね、やっぱりちょっとこうストレスというか、ちょっとどうしようかなと思うんですけど、そういう時はやっぱりね、動かない方がいいかなと。下手になんかそのこうちょっとうまくいってないな今っていう時は、今までやってることをそのまま淡々と続けるというか、それをこうじっと我慢しておくというかね、そういうことが、大切というか試されているというか、なんかそんなような感じがしてですね、結局そのなんかこういろいろこう策を打とうかなと思ったりもしたんですけど、そういうことを策を講じないことが逆に信用につながるのかなと思ったりもしてですね、いろいろちょっと考えはしたんですけども、その考えたことをやることはやめにしたということですね。昨日それでちょっと親父を施術させていただいて、2週間に一遍するんですけども、でいろいろやってる時にね、十分こうサービスとしては価値のあるものが提供できてると思うんで、そんなに自分がなんかちょっと売り上げ下がったぐらいで動じる必要はないかなというふうなことをこう改めてね、こうまあ親父の反応であったりとか、そういうお客さんの反応であったりとか、そういう満足感を、ちゃんとこう与えられているのであればですね、こちらがそんなに動く必要はないと、そういうふうに、考えてですね、そのような結論に達しました。だからこれはこれでまたいい経験ですよね。1週間ごと、1日ごというか、まあ1週間ごとにいろいろあるんで、そういう経験がね、やっぱりプラスにこう傾いていくかなというふうに、僕はちょっと考えてます。だから何事もこう勉強になるというか、こう学びになるなというふうに感じてですね、思ってます。だから日々こうちょっとずつね、1ミリでもこう進歩するというか、そういう形ができればそれでいいかなと、そんな焦る必要はないと
というふうにこう僕の中で思ってますし、それで、正解やとも思ってますということでですね、公演が近づいてきたんでですね、そろそろこれでこのクールダウンを終わらせていただきたいと思います。ということでありがとうございます。